63章を共にするバイクはこちらです。暴走族のように建設の人たちが銃を持った見張りがいますね。めっちゃ鳥肌が立って寒いです。ゴミ、うおー、一面ゴミ景色。イケメンもたくさんいらっしゃいます。歩いてきた先にあったものとは間違いなくベトナムで一番美味しい麺です。あー、疲れた。こんにちは、ちかです。チャンネル登録よろしくお願いします。前回の予告編見ていただけましたでしょうか。いよいよ本日からベトナム63章制覇の旅スタートです。ということで、私の原点でもあるベトナム最西端の島フーコックに来ております。ここから最北端ハザンを目指し63章行き尽くしたいと思います。では行きましょう。これから63章を共にするバイクはこちらです。友人が放置して故障させたバイクを譲ってもらいました。まずスタート地点であります、ここはフーコック南部に位置するアントイ港です。フーコック最大の港で漁港でもあり観光港でもあります。海釣りをしてますね。めちゃめちゃいっぱい釣れるみたいです。サヨリが釣れました。いっぱい釣れるみたいです。なんだ雑魚か。こちらがフーコック特産のターボックですね。めちゃめちゃいっぱい。大きいですね。こちらはアジとカツオですね。いっぱいお魚の匂いがします。一面これはダツかな。イキですね。こちらはイカが干されてますね。イカもフーコックの特産です。じゃあ本日はフーコック南部から中心部にかけて回っていきます。フーコックはキエンザン省に属するベトナム最大の島で経済成長が著しく、2020年12月には島から市に格上げされました。ってことでね、今はコロナの影響でちょっとストップしちゃってるところ多いんですが、ここ数年は建設ラッシュで変化が著しいです。どうでしょうかこの辺り。私がいた約2年前はまだ完成してなかったんですが、可愛い建物が出来上がってますね。地中海の街を意識した作りになっていて、この先にケーブルカーステーションがあります。写真スポットですね。わー、かわいい。おーい、ケーブルカーステーションに到着です。では中入ってみましょう。今日はやってないみたいですね。こちらがエントランスなんですが、真っ暗です。チケットオフィスです。大人1人3000円弱。こちらのケーブルカーはホントム島という離島を結んでいるんですが、ギネス公式記録で世界最長のロープウェイです。到着地に何があるかっていうと、ビーチとウォーターパークだけで、今のところ特にっていう感じではありますが、ロープウェイからの景色はターコイズブルーの海にタンゴショーなんかも見れちゃって圧巻です。今日はねちょっと乗れないのが残念ですね。このカラフルな小さな漁船も上から見るとすっごい綺麗です。今日はね残念ながら乗れないみたいです。まだまだ増設中ですね。出来上がってからまたリベンジしたいと思います。では下っていくんですが、暴走族のように建設の人たちが登ってきております。ここから船がいっぱい見えますね。海の色が本当にエメラルドグリーンです。ケーブルカーステーションのすぐ近くがマリオットになります。わー、
ではお次、富国一人気と言われているサオビーチに行こうと思うんですが、その途中にもね、富国監獄という一応観光地ありますので、覗いていきたいなと思います。多分ね、この辺りです。ここかな。ちょっと入り口が違いましたね。ここか。奥が入り口みたいですね。はい、富国刑務所やってきました。入っていきます。雰囲気が怖いですね。拷問されてたっていう感じの匂いがします。お、檻の中に人がいると思ったら人形だった。こんな感じで至る所に銃を持った見張りがいますね。ここから本格的に監獄なんですが、めっちゃ怖いです。シェパードみたいな犬も見てますね。こちらにも、ここの小さな檻の中に人間が入れられてたのでしょうか。この刑務所はインドシナ戦争時にフランスによって建てられて、ベトナム戦争時には南ベトナム政権が拘束したベトコンや北ベトナム軍の兵士を収容していたと言われております。拷問を受けていたようで、負の歴史ですね。こちら中までリアルに再現されていて、お化け屋敷より怖いかもしれない。まあ人がいないからこんな感じでかなりひどい扱いを受けていたみたいですね。中結構広いです。風国だから暑いんですけど、めっちゃ鳥肌が立って寒いです。怖い。自分も捕まってしまうんじゃないかみたいな恐怖を感じる場所ですね。言い方はおかしいですが、かなり見応えのある場所ですね。怖いことしてますね。生き埋めでしょうか。子供は来ない方がいいかもしれません。泣き出しちゃいそうです。脱獄サオビーチに向かいましょう。サオビーチ行く途中こんな感じでちょっと不安になるんですけど、しっかりね案内出てるので一応安心です。あっという間に到着ですね。この先です。はい、では行きましょうか。この辺りもね、コロナ前に来た時はツアーバスがブワっていて人うじゃうじゃだったんですけど、付け替えてますね。入り口の売店は一応開いてるみたいです。入り口は海鮮レストランになっています。今はほとんど閉まっているみたいですが、ハイシーズンは入れないくらい人がいっぱいいましたね。こちらが富国一人気と言われるサオビーチです。見ての通り白い砂浜と透明度の高い海水が美しいですね。どうでしょうか、この美しい海。走る走る、ニャチャンやダナンとは比べ物にならない透明度です。これが風国はいいですね。サオビーチは写真スポットがいっぱいです。ちなみにこういうのはね有料。こちらは1万ドンです。こんなアクティビティも楽しめます。わー綺麗。うわー濡れちゃう。うわー揺れる。怖いんだけど揺れる。暮れる前に富国パグダ寺院に行きます。なんだかんだ富国が一番長くいた都市なので、思い入れがあるというか、親しい友人もいて、いろんなところ行ったので道とかもよく覚えてますね。懐かしいです。こちらは蜂蜜工場ですね。景色が綺麗です。映ってるかな。富国はね、海の色がめちゃめちゃ綺麗。山の方になってきたのでちょっと肌寒いような気がします。気のせいかな。ちょっと寄り道降りてみます。わー綺麗な海と思ったら、見てくださいこのゴミ。何これゴミ。うわー何これ流れ着いてるのかな。
やば、見てこれ。そして対照的にこちら、めちゃめちゃ美しい海です。もったいないですね。でもこれもこんな感じで撮ると逆にアートっぽい感じでもあります。一面ゴミ景色。見えてきましたね、あそこです。天井、うわー真っ白。ホーコックパゴダやってきました。フーコックで最大かつメコンデルタで最大の寺院だそうです。この寺院も大変立派なんですが、見てください、この広く美しい海を見下ろせるこの景色、これこそ一見の価値ありという感じです。こちらの寺院割と最近建てられたものなので綺麗ですね。中も神々しいですね、金ピカ。イケメンもたくさんいらっしゃいます。新しいからかな、今まで見た寺院の中で一番美しい気がしますね。こちらも金キラですね。中にはカラーの像が何体もいらっしゃいます。すごい高そうですね。この木の素材の家具がね、ベトナムのお金持ちの家には必ずありますねこちらが観音像です。それではさすがにご飯に行きたいと思います。今ハメ人魚山というところに向かってるんですけど、その途中に有名な滝があるらしいので、ちょっと覗いてから行きたいと思います。これですね、入り口でチケットを買います。大人一人3万ドンでは行ってきます。入場後、中公園っていう感じですね。ダラットの滝も全部こんな感じの公園になってましたね。似てる。庭園という感じなんですが、滝はどこなのでしょうか。こんな感じ、あまり可愛くない置物がいっぱいですある意味可愛いっていう感じ。フーコクというよりはダラットっていう感じの雰囲気ですね。よくわかんないんですが、民族村みたいな感じで作られているのかなと思います。うわー、ここのロードは何でしょうか。めっちゃ綺麗。うわー、いい匂いがする。お花ロード、ものすごい可愛いんですが、果たして滝はどちらへ。まさかこれかな。水出てないけどもうやめて、入場料払ったのに。もはや怖いんですがえ、これなんと一生懸命歩いてきた先にあったものとは。これだ。 1,2,3 ポーン干からびております。フーコック出だしから不調ですねまあね、涼しいし空気が美味しいので、ちょっと涼みにと言いたいところなんですが、まあこれだったらカフェに行った方がいいかな。水がね出てたら綺麗なのかもしれないんですけど、何だったんだこれは。では日が暮れてしまうのでハムニーまで急ぎます。正直に今行った滝は行く必要なし水があってもね、まあフーコックに来てわざわざ行く場所ではないかなという感じです。ハムニー入りました。あー懐かしい。この辺りでも撮影しましたね、 YouTube 始めてすぐの頃。来ました。ここから先がハムニーフィッシュビレッジです。おー魚がねいっぱい並んでますよ。今はね夕方の位置で結構にぎわっております。ここハムニーフィッシュビレッジはベトナム最古の漁村の一つと言われております。
私的にこの辺りが面白いなと思うのは、ちょっと変わった海の生き物を売っているところですね。ヒトデとかタツノオトシゴとかがね、いっぱいいるんですよ。海が見えてきましたね。あれ、橋ができてないどころか余計なくなってるな。あの橋が新しくなるとかね、前言ってたんですけど、全然進んでないどころか取り壊されて、レストランとか全部なくなっちゃってますね。行きだったのに残念。じゃあ、私雑貨屋さんとか興味ないんですけど、ハムニーフィッシュビレッジの売店はめちゃめちゃ面白いです。人手ですね。そしてハムニン名物タツノオトシゴちゃんです。乾燥版タツノオトシゴ、面白いな。こういう系はね、需要競争にいいとか言われてるので、男性が買うんでしょうか。行きですね。見てください、この昭和みたいな雰囲気。わお、ここにもいますね。ほら、タツノオトシゴがいっぱいです。かわいい、欲しいな。買う人がいるんですね。美味しそうですね。いっぱい新鮮な魚介が並んでおります。カニが有名なのでカニがいっぱいいますね。さて、じゃあ行きますか。あ、お腹空いたし喉もめっちゃ乾いた。本日外に出てからまだ水も飲んでないし、食事もしておりません。めっちゃ今見られてたな、イケメン3人衆に。では次こそは本当にご飯食べたいので、私がね、おすすめの海鮮レストランに行きたいと思います。安いところ、中心部ですね。この通りにあるお店なんですが、こちらグンチュンチュックという通りで、ローカル通りですね。結構にぎわってますよ。私の行きつけはこちらです。ということで、本日の夕食はグエンチュンチュック通りのこちらのお店に行きます。ここから好きなものを選んで調理していく感じです。一皿すべて5万ド250円です。美味しそう。マテガイの空心菜炒めいただきます。ではコーラからいただきます。乾杯。美味しい。私がこのお店で一番おすすめのマテガイです。この空心菜炒めがめちゃめちゃ美味しい。今まで食べた中で一番美味しい。たまらん。ここまでニンニクが効いてる店は他にないです。お次は牡蠣のネギピーナッツ焼きです。うまい。ミルキー、ちょっとピリ辛お醤油を垂らして、うん、まっ。そして海鮮焼きそばです。海鮮盛り盛りで250円は箱一のコスパ。なんとエビは3個も入ってます。プリプリ。ごちそうさまでしたとね、思いきやもう一軒行きます。中国でね、絶対食べないといけないやつ、ブンワイです。ちょ
ょっとね行きづらい場所ではあるんですけど、一番美味しいとこ行きたいと思います。この辺りです。ここら辺のはずです。あ、見えたわ。こちらです。では本日ラストはひときわにぎわっております、こちら郡外紀元祭1号店に行きます。平日ですがめちゃめちゃにぎわってますね。粋な店内、こちらで注文して出来上がるまで待ちます。美味しそうなすり身です。こちらでセルフで調味料を作っていきます。できました。いただき、ブンクワイです。いただきます。こんなエビのつみれ、おいしい。1号店はこの新鮮さが違います。すり身の、うん、麺もそこで作ってるからか美味しい気がする。つみれも、プリプリ、間違いなくベトナムで一番美味しい麺です、はい、宿に戻ってきました。昔借りていたお部屋と同じ建物のお部屋です。簡単にルームツアーしていきます。全体はこんな感じです。もともとねアパート仕様なので布団とかちょっと家具のね準備が少ないですが、まあ清潔感があるので大満足のお部屋です。バスルームはじゃーん、こんな感じです。普通に綺麗で使いやすい感じです。お湯も水圧も問題ないんですが、じゃん、こんな感じでシャワーの先端が取れているっていうのがちょっと問題です。あー疲れた。これからお風呂に入って今日はもう寝たいと思います。また明日北の方は回っていきます。ではおやすみなさい。バイバイ。